勝第1試合まもなく開始です。お願いします。お願いします。レッドサイドユニコーン VS ブルーサイドラレプ .ch の試合です。ファイトファイト、波動って言い忘れましたねさあパラメーターをねまず見ていきましょう、はい、やっぱりあ全く同じパラメーターですね。そうですね、やはり最近流行りのアタッカー5221のタンクが1135という構成ですね、はい、今は、ラレプ .ch がねど真ん中4枚抜きを決めてきました。ユニコーン相手にこれ結構すごくないですか。そうですね、なかなかこのレベル帯になると本当に一発でこう4枚抜くっていうのは難しいんですけれども、うんうん、結構もう初段でそこ抜いてきたのでもう勢いづいてラレプの方が取っていますね、うん。やっぱこのラレップがかなりシールド序盤に使ってるのはそのリードを広げたいという形ですかね、はい、そうですね、やはりそこの思いはあると思います。さあ3点差をつけて、ユニコーンのライフがプラスあと、失礼しました、シールドがあと2枚、はい、これは大いに追いつける。そうですね、まだあの2枚残してはいるので全然追いつける点差ではあると思います。さあここから、ラレップと CH 逃げ切れるかラストスパート残り20秒です。さあ選択決めてきましたね、1点差、はい、1点差ですね。いやちょっと1試合目からやはりハラハラな展開、はい、さあ残り10秒、さあかなり攻めているがラレップ逃げ切るかユニコーン取るか。さあ試合終了、2対3、できることじゃないですよねそれ確かにそうですね、この状況を読んだ上でっていうところになります。さあそれでは参りましょう、波動ファイト。ユニコーンが両サイドをチェンジしてきましたね。そうですね、ライト選手とグティ選手のポジションが先ほどと変わっております、はい、ステータスは変わらず、変わらず、おっとさあ前に出てたねライト選手を抑えてきましたね、はい、なんか前に出ていてもライト選手って非常に避けれるじゃないですか。避けますね、これの1点結構大きいんじゃないでしょうか、はい、しかしライプと CH はライフの1枚が2人、ただ今この段階でユニコーンの方が壁の有利さを作れている状況なので、はいはいはい、ここはラレップ側としてはもう先に壁をもう3枚も消費しているので点差を取っておきたかったんですけれ ど、はい、なるほど、なかなかここはもうユニコーン有利の展開ですね。本当はそういうふうにラレップ側を持っていきたかった。そうですね、先ほどみたいに序盤にこう点を稼いでという展開に持っていきたかったのではないかなと思います。さあ確かに、ここから、ユニコーンが2点、さあしかしラレップ取り返しましたね。さあシールド張ろうとしているところ、さあユニコーンここで取られてしまったら、決勝進出できなくなってしまう、はい、ただまだ壁が2枚残してますね。さあこの2点取った、さああと1点、食らいつけるかユニコーン。さあ取ってきた、追いついた、3秒前、どうなる、おっと決めてきた、4対2、追いついた、どうなる、おわ4対5で取ってきた、どうなる、おー4対5で取ってきた、